大阪府立守口東高等学校は、大阪府守口市にある公立高等学校。昭和末期バブル時代の生徒急増期に、府立143番目の高校として新設された、マンモス校。略称は、守東。団塊ジュニア世代の進学する1980年代の高校生急増期対策で新設された府立校で、ほぼ最後1983年に開校した10校の一つ。守口市など北河内地方の中学校では地元高校育成の名のもとに進路指導を行い、生徒の希望する都心部の府立中学校や高等女学校として創立の伝統校でなく地元の新設校を受験させる地元集中運動を続けていたため、守口東高校も生徒の 90% 以上が地元の守口市出身者だった。その後、学区再編、撤廃に伴い、守口市4割に低下し、同じ北河内の門真市、寝屋川市、枚方市3市で、計3割、旭区や城東区など、大阪市3割となったが、地元周辺の傾向は変わらず、生徒7割超が、近隣から自転車による通学となっている。教育課程では、全日制普通科の課程を設置。守口高校と守口北高校を統廃合した大阪府立芦間高等学校が総合学科高校に改編されたため、守口市では唯一の普通科高校となっている。教育目標として、知、徳、体の調和の取れた人格形成を目指し、国家社会の進展に貢献しうる優位な人物の育成に努める。を掲げている。また、教育方針として、下記の4つを掲げている。制服は、チェック柄ブレザースタイル。創立時は、黒色爪襟と紺色スカートだった。クラブ活動では、ラグビー部が1988年度の大阪大会で決勝まで進んだ。ありがとうございます。